ここでは内積の図形的意味と活用例について一緒に勉強していきます。前回の授業動画でですね、内積の定義、公式、計算で内積の値を求めようっていうのをやったんですが、やっぱりね、結局内積って何なんっていう疑問を持つときはあると思うんですねで。前回の授業動画の中では、まあ、内積っていうのを定義しておくといろいろ便利なものだよっていう紹介したんですが、今回の授業動画ではですね、じゃあ一体どういうふうに便利なんだっていうその一例を、ね、見てみたいと思います。 もう一度内積の公式を確認しておきましょう。A ベクトルと B ベクトルの内積は大きさ大きさコサインシータで求めることができたんですね。でこの一つの公式を2つの部分に分けてみましょう。A ベクトルの大きさ ×B ベクトルの大きさコサインシータというこういう2つの部分に分けてみるとします。じゃあこの B ベクトルの大きさ× c o s ータっていうのは一体何を表しているんだっていうのを考えてみましょう。 その時にですねこういうふうに直角三角形を作ったら分かりやすくてでこの直角三角形の今書いた部分をピックアップするとまあ大体ざっくり書くとこんな感じですよねでここがシーターやとで b ベクトルの大きさも b と表すことにしましょうそしてこの部分を x この部分を y と表すようにしましょうじゃあコサインシーターって何分の何でしたっけ 三角比の定義を思い出してくださいコサインシータはこれ b 分の x というふうに決められてましたよねでこれ両辺を b 倍したら b かけるコサインシータが x というふうになりますつまりこれが表していることは b ベクトルの大きさかけるコ× c o s ータっていうのはこの部分と等しいんだよということですこっちの図でいうとこれですねつまり b ベクトルの大きさコサインシータっていうのはこの部分です この部分そして A ベクトルの大きさは当然この部分ですつまりこの A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのはこの青の部分×赤の部分っていうことを表しているんですねここまで OK でしょうかじゃあこんな青の部分×赤の部分の計算で一体何が求まんねんっていう疑問もあると思いますがこれ実は中3の理科で似たようなことやってますよね例えば中3の理科で ジュール仕事の大きさ、ジュール習ったんですが、ジュールを求めるときにどうしたらいいかっていうと、力の大きさニューートトン動いた距離メートルなんですねこの右側の例見てください。この例で仕事の大きさを求めたかったら、2ニュートン× 3メートル計算したら6ジュールが答えなんですが、このときにやっているのは、やはりこれも青×この赤なんですね。青の大きさ×赤の大きさというのをやっています。 これ似てますよね今言っている内積とこの青の部分と赤の部分の大きさをかけているとこのようにね活用していくことができるとやっぱり内積っていうのは、ね、昔数学の偉いさんとか物理の偉いさんが定義しておくといろいろ便利だなっていうことで開発したものだとそういうふうに思っておけばいいかと思いますということでここでは内積の図形的意味と活用例について見ていきましたでは引き続きベクトルの内積の問題を攻略していきましょう